パルテノン神殿は古代ギリシア時代にアテナイのアクロポリスの上に建設されたアテナイの守護神であるギリシア神話の女神アテーナーを祀る神殿。紀元前447年に建設が始まり、紀元前438年に観光、装飾等は紀元前431年まで行われた。パルテノン神殿はギリシア古代建築を現代に伝える最も重要な 道理リア式建造物の最高峰とみなされる。装飾彫刻もギリシア美術の傑作である。この神殿は古代、ギリシアそして民主聖やテナイの象徴であり、世界的な文化遺産として世界遺産に認定されている。神殿は完全な新築ではなく、この地にはコパルテノンと呼ばれるアテーナーの神殿があったが、 紀元前480年のペルシア戦争にて、破壊された後に再建され、当時あった多くの神殿と同様に、デロス同盟、そして後のアテナイ帝国の国庫として使われた。6世紀には、パルテノン神殿は、キリスト教に取り込まれ、生仮民女、マリア聖堂となった。オスマン帝国の占領後の1460年代諸島には、モスクへと変えられ、 神殿内にはミナレットが設けられた。1687年9月26日、オスマン帝国によって火薬庫として使われていた神殿は、ベネツィア共和国の攻撃によって爆発炎上し、神殿建築や彫刻などはひどい損傷を受けた。1806年、オスマン帝国の了承を得た第7代エルギン博、トマス・ブルースは神殿から焼け残った。 彫刻類を取り外して持ち去った。これらは1816年にロンドンの大英博物館に売却され、現在でもエルギンマーブルまたはパルテノンマーブルの名で展示されている。ギリシア政府はこれら彫刻の返却を求めているが、実現には至っていない。ギリシア文化、観光庁はパルテノン神殿の部分的な破壊の修復や保全など、 後世に伝えるための再建計画を実行している。パルテノン神殿のある丘の下の方は、世界ラリー選手権の一戦、アクロポリス、ラリーのスタート地点としても有名である。パルテノンの名称はギリシア語のパイアルファローシータイプシロニューニューから来ており、パルテノン神殿内にはその名称が付けられる由来となった特別な部屋が備えられていたという。ただし、その部屋がどこか、 またなぜそのように呼ばれたのかという点には諸説ある。古典ギリシア語辞典ではこの部屋は西の房にあったといい、ジェフリー・ m ヒュイットはパンアテナや祭りでアレフォロスが仕立てたペプロスをアテーナーに献上するため4人の少女が服を選ぶ部屋だと述べた。クリストファー・ペリングはアテーナー・パルテノスへの信仰は個別的なアテーナー崇拝から起こり密接に関連しながらも 同一化することなく、やがて守り神としてのアテーナー信仰となったと主張した。この考えによれば、パルテノンは、諸女神の宮殿と意味し、アテーナーパルテノスへの信仰との関連性を持つことになる。乙女、少女であると同時に、諸女、未婚の女性を意味し、特に野獣、狩り、植物の女神アルテミスを指して使われる、パーサナスが、戦略と戦術、 手芸そして実践理性を司るアテーナーに完成られている理由も不明瞭である。その一方で宮殿の名称が諸女を暗示する点については都市の安全を祈願するために諸女が最高の人身獄にされたことに関連すると指摘した意見もある。この建造物全体をパルテノンと形容する最初の例は紀元前4世紀の演説者でもステネスに見られる。 ただし5世紀の例では、ただ単に、ホナオスと呼ばれた。神殿を建築したイクティノスとカリクラテスは、今は失われた文書でこの建築物を、ヘカトンペドスと呼んでいたと言われる。1世紀にプルタルコスは、ヘカトンペドンパルテノンと表記し、4世紀以降には、ヘカトンペドス、ヘカトンペドン、パルテノンの故障がそれぞれ使われた。 パルテノン神殿の間取り図現在のパルテノンにあたる聖域にアテーナーパルテノスを祀った神殿を建てようという最初の尽力はマラトンの戦いが終わった直後に始められた。アクロポリスの丘の南側に強固な石灰岩の基礎が敷き並べられアテーナーポリアスの古風な神殿の建設が始まった。しかし、このコパルテノンと研究される建築物は紀元前480年に アケメネス朝が進行しアテナイの都市を破壊し尽くした時も未だ建設途上にあった。紀元前5世紀中頃、デロス同盟が成立した時にはアテナイは当時の文化的な中心を担っており、政権を掌握したペリクレスは野心的な建築計画を立案した。アクロポリスの丘に現存する重要な建築物であるパルテノン神殿やプロピューライア、エレクテーボン、アテナニケ神殿は 当時に混流されたものである。パルテノン神殿は彫刻家ペーディアス指導の下建設され、彫刻装飾も彼の手で施された。建築家エクティノスとカリクラテスが紀元前447年に施行を開始し、紀元前432年にはほぼ完了したが、装飾の制作は少なくとも紀元前431年までは継続されていた。 パルテノン神殿建設への支出明細が一部残っており、それによると、アテナイから16キロメートル離れたペンテリコンさんから切り出した石材が使われて、アクロポリスまでの運送に多額の経費がかかった。この資金の一部には、紀元前454年にデロス島からアクロポリスに移されたデロス同盟の宝物が当てが割れた。ド理リア式を伝える神殿で、 謙遜するものの中では、ヘファイストス神殿が最も王子の形を残しているが、建設当時のパルテノン神殿は最高峰の建築だった。ジョン・ジュリアス・クーパーは、今まで建設されたすべての中で無二の道理屋式建築物という表によくしている。古代のものでありながら、その建築に備わる気品は伝説的でもあり、特にスタイロベートの湾曲、テーパーが付けられたな、オスの壁、 エンタシスの円柱などが巧みな調和を醸している。と評した。エンタシスとは、上に向かうにつれ大きくなる円柱のわずかな膨らみを、指し、パルテノン神殿のそれは、洗礼の葉巻のような形状に比べれば、変化は少ない。円柱が立つスタイロベートは、他のギリシア神殿と同様にほんの少し上に、凸の放物線上の形をなしており、これは雨を排水する意図が盛り込まれている。 この形からすると、円柱上部は外向きに開いているのではと思いがちだが、実際には内側へわずかに傾いて建てられている。柱はどれも同じ長さをしており、そのためアーキトレーブや屋根もスタイロベート上部と同様な湾曲があり、ゴーハム・スティーブンスは、神殿の西側全面が東側よりもわずかに高くなっている点と合わせて、全てが繊細な曲線を構築する規則に、 従っていると指摘した。このような設計に含まれた糸について、光がもたらす気品を狙ったという説もあるが、一種の錯覚による逆説的効果を狙ったと考えられる。二本の平行線を描く柱を見上げたとき、梁などの水平部分がたわんでいるか両端が曲がっているかのように見え、神殿の前景を外観すると、まるで天井や床が歪んでいる錯覚を覚えてしまう。 ことをギリシア人は意識していた可能性がある。これを避け、神殿が完全に見えるように設計者はわざと曲線を加え、錯覚を補う意図があったものと考えられる。そして、直線だけで構成された単純かつ、凡択の神殿と差別化する躍動感をパルテノン神殿に与えたという説もある。パルテノン神殿などアクロポリスの建造物には、黄金比に基づいて建設されたものが、 複数存在するという研究報告がある。パルテノン神殿の正面全貌は各要素ともども黄金長方形で囲われている。この設計に黄金比が用いられた事象についてはさらに近年研究が進み、神殿に見られると言われていた黄金比は後付けの都市伝説であって、実際には正確な比率になっていない。スタイロベートを測定した結果から、 パルテノン神殿の基盤は長さ69.5メートル、幅30.9メートルである。放出は長さ29.8メートル、幅19.2メートルであり、内部には屋根を支える2列の柱が建てられている。外周にあるドーリス式円柱は直径1.9メートル、高さ10.4メートルであり、四隅の円柱は若干大きい。 柱の合計は外周に46本、内部に19本ある。この際、異様を持たせるため正面の柱が通常6本のところ8本にされたとの説もある。スタイロベートは東西の端で 60mm、南北で 110mm 上向きに湾曲している。屋根は大きな大理石の平瓦と丸瓦で吹かれている。 パルテノン神殿に使われる石材は、円柱のドラム1個あたりが5から10トン、両材は15トン程度の重量であった。これらは高い加工が施され、例えば円柱ドラムの接合面にあるデコボコは1、20ミリメートル以下に抑えられ、面接合の密着精度は1、100ミリメートル以下であり、エジプトのピラミッドのように調整用モルタルは使われていない。この精度は、 検査用の塗料を塗った円盤を用意し、接合面と円盤をすり合わせて、突面を検出し、磨く作業を繰り返して実現した。石材の吊り上げには、滑車と巻き上げ装置を備えたクレーンが実用化されており、これに対応するため石材にも吊り上げ時に綱を引っ掛ける突起や溝をつける加工が行われた。アクロポリスの再建とアテナのアレイオス、パゴス、レオフォンクレンツェが、 1846年南側から見たパルテノン神殿。手前には大理石の平瓦と丸瓦があり、再建用に木枠の上に仮組みされた様子が見られるローマの六中式そして集中式を持ち、イオニア式の建築様式も備えるドーリア式神殿であるパルテノン神殿にはペーディアスが制作し、紀元前439年か翌年に建納された、 アテーナー・パルテノスのクリス・エレファンティンがあった。当初、装飾の石の彫刻には、彩色が施されていた。神殿がアテーナーを建て祀るようになったのは、この頃からであるが、建設そのものは、紀元前432年のペロポネソス、戦争勃発の頃まで続いた。紀元前438年までには、外側の列柱上にある小壁と放出上の壁の一部に、ある、 イオニア式小壁に、ドーリア式の彫刻装飾が施された。これらの彫刻は神殿を豪華に飾り、宝物庫としての役割に、ふさわしさを与えた。宝室の奥にあるオピストドモスと呼ばれる部屋には、アテナイを名手とする、テロス同盟が拠出した宝物が収められた。日本のテレビ番組、日立世界、不思議発見。では、パルテノン神殿にプロジェクションマッピングで色彩を。 施した。西側のメトープ。作成されてから2500年を経て、戦争、汚染、不十分な保全、略奪そして破壊を受け現在に至る。パルテノン神殿には72枚の高丘絞り、メトープがある。この様式は従来、神に捧げる、奉納の品を収める建物にのみ用いられていた。建築記録によると、これらは、 紀元前446年から440年の間に制作されたとあり、彫刻家のカラミスがデザインしたと考えられる。パルテノン神殿正門玄関の上にあたる東側のメトープは、オリンポースの神々が巨人と戦ったギガントマキアを主題としている。同様に、西誕のメトープは、アテナイ人とアマゾーンの戦い、南側はラピテイス族が、 テイセウスの助けを受けて、犯人犯獣のケンタウロスと繰り広げた戦いが、モチーフとなっている。北面の主題は、トロイアの落城である。メトープの13番から21番は失われて、しまったが、1674年に、フランスのトルコ大使のアンテル公爵に随行した画家の、ジャック・カレーが描いた絵があり、アテナイ初期の神話などにあるラピテイス族の結婚に、 マツワル伝説が描かれている。保存状態が悪い北面のメトープには、イーリオスの陥落の古事が掘られたと思われている。メトープは、身体運動を筋肉でなく輪郭で制限している、戦士の表情や、ケンタウロスの伝説像において上脈まで、忠実に表現した様を分析した結果から、幻覚様式を現在に伝えるものと判断された。神殿に残されたメトープは、 北側のものを覗きどれもひどく傷んでしまった。外されたものは、アクロポリス博物館や大英博物館、ルーブル美術館に保管されている。ローレンス・アル・マタデマが、フェーディアスとパルテノン神殿のフリーズ1868年パルテノン神殿が、持つ最も特徴的な装飾は、放出の外壁を取り囲むイオニア式のフリーズである。 これら浅い浮かし彫りのフリーズは入れられた日付によると紀元前442年から紀元前438年に据えられた。ある解釈によるとこれはケラメイコスにあるデイプロンの二重門を出発しアクロポリスまで更新するパンアテナイア祭りの様式化された姿を映したと言われる。この祭りは毎年開かれたが特別な大祭りが4年に一度催され、 その際には、アテナイ人に、外国人も加わり、女神アテーナへ、生贄と新調されたペプロスの奉納が行われた。最近、ジョーン・ブルトン・コネリーが異なる解釈を提案した。これによると、フリーズのテーマには、ギリシア神話が基礎にあり、エレクテウスの最も年少の娘、パンドーラーがアテーナへ捧げられる孤児を描いたという解釈を試みている。 この人神国の描写は、エレウシスの王、エウモルポスがアテナイを攻めるため軍を集結した際、都市を守護するアテーナーの求めがあったと考えている。2世紀の旅行者パウサニアスは、アクロポリスを訪れた際に見たパルテノス神殿について、女神の鐘と象下の像を描きつつ、ペディメントの短い記録も残した。ペディメントの制作は、紀元前438年から、 紀元前432年渡って行われた。これらパルテノン神殿の彫刻は、ギリシャ古典芸術の傑作であり、剥き出しの、または薄い基ンを通して、なお明瞭に体育を感じ取らせつつ、脈々と表現された筋肉によって描き出された、活力みなぎる肉体の自然な動きを表現している。神々と人間の区別は、理想主義と自然主義の二つを概念的に、 相互作用させる中でぼやかされつつ、彫刻家の手によって石に刻み込まれた。しかし、このペディメントは現在に伝わっていない。現在も見られる東ペディメントの一部、東ペディメント神殿の正面にあたる東ペディメントには、女神アテーナーがゼウスの頭部から誕生した物語を描写する。ゴロシア神話によると、激しい頭痛に悩まされたゼウスが苦痛を和らげるために、 ヒトタンヤの神、ヘイパイストスに命じて、土で頭を叩かせた。するとゼウスの頭が裂け、中から鎧兜をまとった女神アテーナーが飛び出した。この情景を、東ペディメントは描写している。この東ペディメントは教会に転用された際に、改築のため破壊されていたが、1674年に、ジャック・カレーが射精を残していた。そして、再建時はこれをもとに、 推測や想像が加えられた。アテーナー誕生の出来事では、ゼウスとアテーナを中心に、ヘイパイストスやヘーラーなどをもだった、オリンポースの神々が周りを取り囲んでいなければならず、彼への絵を中心に南北に配列を加えて再建が行われた。西ペディメントプロピュラーに面する、西ペディメントは、アテーナーとポセイドオウンが、都市の守護者たる立場を争った姿が表現されている。 二柱の神は、中央で退治し、反らせたお互いの体育を中心に対象をなす。向かって、左の女神は、オリーブの枝を、右のワタツみは地球を打ち据える三叉の槍をそれぞれ手に、持ち、チャリオットを引く荒々しい馬と、アてない神話の個性を備えた訓団が従いながら、ハフの鋭角な面を埋めている。ペーディアス作と判明している、パルテノン神殿の彫像は、 唯一のオスに収められたアテーナー像だけである。これは大きな金と象下の彫像であったが、現在は失われ、その写しや壺の絵、宝石のカット、効果の衣装及び文章で表現された内容しか残っていない。アテネのアクロポリス神域の開脈は、非常に古く、新石器時代に遡る、蓄壁、未経年時代の城壁跡が発見されている。ここへ、 アテーナー・パルテノスの聖域を設けようという試みは、マラトンの戦い勃発の頃に行われた。これはいつ作られたか定かでないオリーブの木で掘られたアテーナー、ポリアスの像を祀った古風な神殿の横にあったヘカトンパイオンという建物を取り替えて建てられた。このコパルテノンといえる神殿は、紀元前480年にアケメネス朝、ペルシアがアテナイを占拠し、在に、 アクロポリス全体と共に完全に破壊されるが、その時点で未だ建設中だった。このコパルテノンの建築と破壊はヘロドトスも伝え、円柱の一部はエレクテイオン北側の幕壁に目に見える形で流用された。1885年から1890年にかけてパタガオーティス・コバーディウスが行った調査でコパルテノンの遺構が見つかり、存在が確認された。 ビルヘルム・デルプフェルトが主導し、ドイツ考古学研究所が指揮を取ったこの発掘では、デルプフェルトがパルテノンアイと呼ぶ、元々のコパルテノンの基礎部分が、現在のパルテノン神殿とずれた位置にあることを発見し、従来の定説に訂正を加えた。デルプフェルトの調査によると、コパルテノンは3段の基礎があり、2段は土台と同じポロストの石灰岩が用いられているのに、 大使最上段は、キャラの大理石が使われ、これは後に覆われ、ペリクレス時代のパルテノン神殿の基礎段となった。ただしこれは、規模が小さく北方向にずれており、現在のパルテノン神殿が、旧来の建物を、すっぽりと覆いつつ、全く新たに建設されたことを示す。発掘に関する最終報告ではより複雑な図が、示され、この基礎が失政感。 鬼門時代の壁と同じ時代のものであり、それらはコパルテノン建設工期のものである可能性を示した。コパルテノンが紀元前480年に破壊されたのならば、再建されるまで33年もの間崩れたまま放置されていたのか疑問が持たれた。これについて、紀元前479年のプラタイアの戦いを前に行われたペルシア人の暴虐を忘れないために、 破壊された聖域は再建しないというキリシア同盟による宣誓が影響する行為があった。紀元前450年のカリアスの和訳成立で、アテナイ人はこの宣誓を無効にすることができたが、それまで再建に取り掛かれなかった理由には、ペルシアの信仰に抗っていたため財政的余裕がなかったというありふれた背景もあった。しかし、バート・ホッチヒルが行った発掘から、 基門在任の紀元前468年以降の時代には2つ目のパルテノンが存在したと考えられる。ヒルの主張では、デルプフェルトが発見したパルテノン愛最上段にあたるキャラ大理石はパルテノンに3段の一番下にあたり、その基段が付設された面は23.5166.888メートルになると計算した。1885年の発掘では、 掘り起こし手段が慎重さに欠けた上にリファイリングも雑だったため多くの重要な証拠が失われてしまい、考古学の順序立て法ではコパルテノンの時代認定は明瞭にできなかった。1925年から1933年にかけてビーグラーフとイ、e、ー・ラングロッツはアクロポリスから出土した陶器の破片を研究し、2巻の論文を表した。 これに影響されたアメリカの考古学者、ウィリアム・ベル・ディンスムーアは、神殿基盤の年代特定と、アクロポリスの森土の下に隠されていた5つの壁に関する研究を発表した。ディンスムーアは、パルテノンアイの建設年を最も早くとも、紀元前495年年とし、デルプフェルトの考えと矛盾する結論を導いた。さらにディンスムーアは、 デルプフェルトが定義したペリクレス時代のパルテノンに以前に神殿は2つあったと主張した。1935年のアメリカン・ジャーナル・オブ・アーキオロジーにてディンスムーアとデルプフェルトの2人は意見を交換し合っている。古代において宗教的建造物は高台に建てられることが多く、それは権威を高める効果をもたらした。パルテノン神殿はその典型といえ、 アクロポリスの丘からは、紀元前8世紀頃の青銅製トリポット等、奉納品が出土し、同じく出土した碑文から、紀元前6世紀頃には、青銅や大理石の奉納像が据えられていた。紀元前5世紀における再建は、当時ペルシアへ対抗するギリシア諸都市国家の中核を占めるアテナイの威信を知らしめす役割を担ったものだった。この思想は、 神殿の中心に信奉する女神、アテナを置き、その四方に民族や化け物ら野蛮な周辺部族を制圧するモチーフを排した全体の構図に表され、ギリシア的支配構造とアテナイの優位性を象徴している。そして、パルテノン神殿は、対ペルシア戦勝記念の性格も持ち、バルバロイに対するギリシアの勝利を記念する機能もあった。西側メトープのアマゾネスとの戦いは、 過去から使われるアクロポリスでは一般的なモチーフだがパルテノン神殿のそれは攻め込むアマゾネスからアテナイを防衛する情景が描かれている。その他の彫刻類も様々な神話上の敵との戦いを描き、これらは異民族であるペルシアとの戦闘と文明たるギリシアの勝利を象徴している。その一方で必ずしも現代的な用語、 神殿で想起される機能だけを担っていたわけではない。建物内に小さな建屋を備えて、古来からのアテーナーエールガネを祀る聖域が、発見されても、都市の守護者、アテーナーポリアスの崇拝の場ではなく、ペプロスを着て、オリーブのクソアノンを持つ、女神の宗教的イメージは、アクロポリス北側の古い祭壇で祀られた。そして、パルテノン神殿は、 本質的に宝物庫として利用された。バルバキオンスクール近郊で発見されたアテーナーの宝納像。2世紀頃のローマ時代のアテーナーパルテノス像を再現していると思われる。アテネ国立考古学博物館像ペーディアスが宝納した巨大なアテーナー像もまた崇拝の対象ではなく、いかなる宗教的な盛り上がりも記録されていない。いかなる司祭も祭壇もなく、 来参する名称もない。ズキディデスによると、ペリクレスはこの像を、金の宅愛と呼び、移動可能な40タレントの純金を含むと言ったと、伝える。アテナイの政治家は、金は、当時の中蔵技術で、いつでも取り出すことができ、その行為は別に新人に反するものではないと、ほのめかした。ただし、このアテーナー像は甲冑を脱ぎ、左手はよもや盾を掲げず、 下げたままに沸かせながら、右の手のひらに、勝利の女神、ニーケイを乗せている。これは勝利で終えた戦いを象徴し、戦勝記念の一環である要素が反映している。このような点は、パルテノン神殿が、ただの崇拝の対象や、戦勝の記念だけでなく、ペーディアスが奉納したアテーナー像の壮大な、収納殿とみなすべき点もある。そして同時に、紀元前454年に、 デロスからアテナイへ移されたデロス同盟の基金を保管する部屋も備え、国庫という機能も持った。紀元前4世紀に入ると、アテナイはアレクサンドロ大王のマケドニア王国によるヘレニズム文化の影響下に入る。ギリシア文化を後継したヘレニズム時代の王たちは、パルテノン神殿を尊重しつつも自らの王位を権威付ける場として用いた。紀元前1世紀に、 ベルガモン国王は神殿に彫刻軍を奉納したが、その中にはガリア人との戦いを描いたものが含まれていた。さらに後のローマ皇帝、ネロのパルティア戦争をモチーフとした彫刻がアテナイ人によって加えられた。これらはヘレニズムやローマ帝国がギリシアの後継者たることを知らしめる目的を持っていたが、それゆえにパルテノン神殿は保たれる結果に結びついた。 ヘルシア撃退を記念したパルテノン神殿だが、その後のゲルマン人侵入による被害を受けることもあった。アテナイは267年にヘルリア族、396年には西ゴート族に包囲されたが、このいずれかの戦闘でパルテノン神殿は放火され木製の量が焼け落ちるなど被害を受けた。その後、ローマ皇帝の命で神殿は修復されるが、それは 旧来の姿へ完全に戻すものではなく、屋根は部分的にしかかけられず、柱もヘレニズム的なものへ変わった。パルテノン神殿の夜景、この後の東、ローマ帝国時代、パルテノン神殿は、その機能を大きく変ずることになる。5世紀に入るとバンアテナや祭りは、スタで、同世紀末頃には、アテーナーパルテノス像が、キリスト教神奉者らと思われる勢力によって、 持ち出され、所在不明となる。そして6世紀から7世紀頃、神殿は童貞音のマリア聖堂に変えられ、コンスタンティノープル、エフェソス、テッサロニキに次ぐ4番目に重要な巡礼地となった。この改築で内陣の壁は一部が壊されて通路とされ、逆に建物東の門は壁で塞がれた。1 1 8年には、バシレオス2世が第一次ブルガリア帝国との 戦争に勝利した記念にパルテノン神殿に参拝するためアテナイへ直に巡礼した。中世には生神女聖堂とされた。ラテン帝国の時代には聖母マリアのカトリック教会として250年間使用された。神殿は改築を受け、内部の円柱や放出の壁の一部が取り払われ、建物の東端にはアプスが増築された。これに付随し、 彫刻のいくつかが外されれて行方知れずとなったこのように、神を祀る様式が、クリスチャンのものへ変更される中、パルテノン神殿は破壊され、変容が加えられた。1456年、アテナイはオスマン帝国の占領下に置かれた。すると、今度は、パルテノン神殿はモスクに改築された。オスマン帝国は、領地の遺跡には一定の敬意を払い無分別な、 破壊を行わなかったが、それは保全に努めたということではなく、戦時に防壁や要塞を建設するために遺跡の石材などを流用することもあった。さらに、パルテノン神殿にはミナレットが増築され、その神殿に相当する高さの階段は、今でも残ったまま、円柱の台輪を隠してしまっている。しかし、オスマン帝国は神殿そのものには変更を加えず、 17世紀のヨーロッパ人訪問者は、アクロポリスの丘に残る他の建築物ともども手付け数のままに置かれていることを証言した。パルテノン神殿南側の情景。1687年の爆破で損傷を受けたと推測される箇所。エドワード・ドット・ウェルが、ビュー・オブ・ザ・パルテノン・フロム・ザ・プロパリア。1821年にロンドンで出版されたビューズ・イン・グリースの一様で、 遺跡の間に住居が立ち並ぶ、当時のアクロポリスを描いた。パルテノン神殿の壁の破片。ベネツィアの攻撃で受けた被害によるものと思われる。1687年、神聖同盟に加盟したベネツィア共和国とオスマン、帝国が戦い、フランチェスコモロジーに率いるベネツィアがアテナイを攻撃した際、パルテノン神殿は最大の破壊を被る。 オスマン帝国はアクロポリスを要塞化し、神殿を弾薬の貯蔵庫とした。ベネツィアとの戦争の際にはここに、女や子供を避難させたが、これは、ベネツィア側が神殿を敬い攻撃を加えないだろうと、期待した対応だった。しかし9月26日、ベネツィアの旧坊がフィロパポスの丘から砲撃を加え、パルテノン神殿の弾薬庫が爆発、神殿は一部が破壊された。 神殿の内部構造は破壊され、屋根部分の遺構も崩れ、柱も特に南側のものが折られた。彫刻の被害は甚大で、多くが壊され、地面に落ちた。モロジーには剥落した彫刻類を戦利品として略奪し、後に組み直された。この結果、彫刻が飾られていた祭の配置は1674年にジャック・カリーが、 描いた絵から押し量ることしかできなくなった。この後、アクロポリスの多くの建物は打ち捨てられ、小さなモスクだけが建てられた。18世紀になると、オスマン帝国は停滞状態となり、その結果ヨーロッパ人がアテナイを訪問する機会が増えた。パルテノン神殿のような美観の絵が数多く描かれ、ギリシアに対する愛着が湧き起こり、イギリスやフランスで、 ギリシア独立の世論が高まった。ディレッタンティ教会の任を受けて、考古学者のジェームズ・スチュアートとニコラス・リベットがアテナイに入ったのは、そのような動きの初期にあたる。彼らはアテナイの遺跡群を調査し、1781年にはパルテノン神殿を実測した最初の資料を作成して、アンティキティス・オブ・アテネ・メジャード・アンド・デリニエーテッド第2巻に収録した。 1801年、イギリスの中コンスタンティノープル大使エルギンハク、トマス・ブルースは、アクロポリス遺跡の型取りと図面の作成、及びその作業に必要ならば、近年の建築物を壊すこと、そしてそれらを持ち出すことを認めるファーマンを、スルターンから得た。この直令は、原本が残っていないため疑わしい面もあるが、エルギンクは見つけ出した彫刻類の持ち出しが認められたとこれを、 拡大解釈した。住民を雇い入れ、建造物から彫刻類を引き剥がし、若干のものを拾い、また住民から買い入れるなどの手段で集めた。このために建物は深刻な損傷を受け、さらにイギリスへ輸送するにあたって、軽くするために剥ぎ取ったフリーズのブロックを半分に裂いてしまった。これらイギリスに渡った彫刻類はエルギンマーブルと呼ばれる。 1832年、ギリシアは独立を果たした。パルテノン神殿のミナレットは目につく部分が取り壊され、続いて、アクロポリスに立つ中世とオスマン帝国の建造物はことごとく覗かれた。そして、残っていた建築資材を用いて復元が行われた。そのような中、放出に設けられていた小さなモスクは、ジョリーでロー・ウィヌルが撮影した写真が残り、 1842年に出版されたアクロポリスを被写体にした初の写真集、イクスカージアンスでジェリンで伺うことができる。その後アクロポリスはギリシア政府が直轄して管理する歴史的地区に定められた。現在では毎年何百万人もの観光客が訪れ、再建されたプロピューライアを抜け、パルテノン神殿へ至るパナテナイック通りを歩き、 アクロポリスの西側の小道を散策することができる。これら立ち入ることができる場所は低い柵で区切られて遺跡が傷まないよう配慮されている。大英博物館に造されているパルテノン神殿の等身大ペディメント彫刻一方、エルギン博が持ち去ったパルテノン神殿のマーブルは大英博物館に現存する。その他にも神殿の彫刻はパリのルーブル美術館。 コッペンハーゲンなどにも保存されているが、現在所有点数が最も多いのは2009年6月20日に開館したアクロポリス博物館である。神殿の建物自体にも若干の彫刻が残っている。1983年以降、ギリシア政府は大英博物館に対して彫刻を返還するよう求めている。しかし博物館側はこれを明確に拒否しており、 その背景には法律上の問題を重視するイギリス政府の意向がある。そのような中に2007年5月4日にイギリシアとイギリスは全文化省同士がロンドンで法律顧問を同席し会談の場を持った。それはここ数年における意義深いもので将来へ何らかの解決が見出されることを期待されている。1975年ギリシア政府は パルテノン神殿などアクロポリスの建造物の修復へ本格的に乗り出し、幾ばくかの遅れがあったが1983年にアクロポリス博物館の維持運営を担う委員会が設立された。後に計画には欧州連合が資金的、技術的支援を提供した。考古学委員会はアクロポリスに残る文化遺跡を徹底的に記録し、建築家がコンピューターを導入して、 本来の位置を解析した。特に重要で壊れやすい彫刻類はアクロポリス博物館に移された。マーブルブロックを釣り上げるクレーンも使用しない時には目立たないように屋根の勾配に沿って折りたためるものが導入された。修復作業を通じ過去に行われた補修が適切さに欠けていたところも発見された。これらは取り除かれ慎重に回復が行われている。 ブロックの固定には腐食を防ぐために鉛のコーティングが施された鉄製のエッジ型金具が元々は用いられていたが19世紀の補修ではこのようなコーティングがなされなかったためサビなど腐食によって金具が膨張し大理石を割ってしまうなど損傷を拡大させていたそのため金属製器具は強さと軽さを兼ね備え腐食にも強いチタンが用いられるようになった パルテノン神殿を1687年以前の形に復元することは事実上難しいが爆破による損傷はできるだけ軽減される。特にアテナイは地震が起こる地区であるため構造の欠陥を補強することや円柱やマグサイシンの欠けた箇所を大理石セメントで丁寧に埋めることが行われている。このように大理石はかつてと同様にペンテリコンさから 切り出されてほとんどすべての主要部分に用いられながら、必要に応じて近代的な材料が投入されつつ、再建は行われている。テネシー州ナッシュビルのパルテノン神殿、ボストン美術館、同志社大学文学部文化史学科、山田史郎研究室、2010年6月20日閲覧、ありがとうございます。